鳥山石燕《根弱画と属百鬼より、大首、稲帝目下六より、大首の会、葛飾北斎が、金星階段もよぼしに登場する音量の、大首大首は、日本の妖怪の一つで、空中などに巨大な生首が現れるというもの。江戸時代の鳥山石燕の妖怪画集、根弱画と属百鬼にこの名の妖怪画があり、解説文によれば、 おはぐろをつけた巨大な女の生首が雨の夜空に現れるものとされるが、これは伝承上にある妖怪ではなく、実際には当時の破壊像を風刺した創作と指摘されている。江戸中期の妖怪物語、稲尾モッケ録を描いた絵巻稲庭モッケ録では、物置の戸を開くと巨大な老婆の顔が出現したという怪異が大首の回の題で述べられている。 同物語の主人公、稲尾平太郎が顔を火橋でついたところ、少しも動じることはなく、ネバネバとした感触だったとある。江戸時代の階段や図筆などの古書には、巨大な女の生首が現れたという事例が多数あり、ほとんどは、女性で、既婚女性の証として、お歯黒をつけていることが特徴である。それらの正体は、人間の怨霊や執念が妖怪と化したもの。 あるいは狐や狸が化けたものと言われている。山口県岩国の海岸州、岩湯海岸六には、古城の化け物のことと題し、ある女が五条山という山で一条の女の生首に会い、ニコニコと笑いかけられたとある。江戸時代の俳人、堀爆水による奇談集三州奇談では、金沢で雨上がりの夜に月が顔を出し始めた頃、雷と共に、 大きさ6から7尺かほどの大首が現れたとあり、塀の上に大きな首が乗っていたこともあるという。また、ある者がこの大首に息を吐きかけられ、その場所が黄色く腫れて具合が悪くなり、医者に薬湯を処方してもらって治ったという話もある。四谷階段の姿と言われる文化時代の特本、金星階段も模様しでは、策略に陥れられて命を絶った女性の音量が、 鎌倉の地で巨大な大首となって現れた姿が描かれている。江戸時代より遡って平安時代にも綿女と呼ばれる巨大な女の首の妖怪が出現したとある。小井川春町の奇病し妖怪集地評判記によれば平野清盛が福原に戦とした夜にもこの綿女が現れたという。ありがとうございます。